はい、皆さん、こんちらは。物販講師の黒沢です。ネット物販、商売の世界では、一見してみると、ものすごく不可解なことっていうのが容易に起こりうります。例えば、わがままな思い込みの激しいワンマン経営者タイプのセラーさんが、なぜかものすごく成功していたり、人柄も素晴らしく一生懸命進めてる人がなかなか実績出なかったり、ものすごく不公平だって思えるようなことが起きるんですが、そういった事象っていうのも、必ず合理的な理由っていうのが存在して 今回は飛行機、特に揚力、浮き上がる力っていうのを一つの例に皆さんがなぜ実績が今出やすいのかもしくは出づらいのかあの人は実績がなぜ出るのか出づらいのかっていうことを判断していく足がかりにしていただければと思います説明の中で一丁前に航空力学の計算式っていうのを一つ出させていただくんですが数学得意でない方でも一つ一つの文字っていうのをネット物販の用語に にしっかりと置き換えて話をしていきますのでぜひ最後まで抵抗感を持たずにご覧いただければ幸いですまた今回の動画もし参考になったなって方は高評価チャンネル登録いただければ幸甚ですでは早速話をしていきたいと思いますまず我々が理想とするビジネスの収益の流れっていうのを時系列で考えてみるとご覧いただいている赤い線のグラフのようになるはずなんですねゼロからスタートして買い付けを行って販売していって 戦略を展開ししていって、ていいっどどどどん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 上昇していく。これってまさに飛行機が空港から離陸して上昇して滑空していくっていう流れと全く同じなんですね。しかし現実的には飛び立ったんだけれどもまた地面に降りていって でままままたたた飛び立つんだけどまた地面にに降りててててていいいいいいっっっっととうううジグザグザののした線になってし線ななるような方っていうのが多いと思いますじゃあなぜそうなってしまうかというと飛行機に例えれば揚力、浮き上がる力が足りていないってことなんです。ただ直進して進んでいくだけではなくてその後浮き上がる必要が出てくるわけです。いくら一生懸命頑張っている自分は進んでいるんだって言っても学校の校庭をぐる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 回っているだけでは100年経ってもハワイにはたどり着かないのと一緒です。 じゃあ、この、揚力、浮き上がる力を求める式は、どういうものかというと、L イコール、2分の1、ロー、かける、V の事情、かける、S、かける、C、L、っていう形になります。まあ、ちょっと一見よくわからない式なんですが、一つ一つの文字を物販に当てはめて考えていきますね。まず最初の L っていうのは、揚力、浮き上がる力。これはまさにビジネスの実績に当たります。次に、ロー、これ、ギリシア文字なんですが、流体密度というものは、ネット物販に 例ええて言えば市場の動向ととか機運に当たると思います今、市場でどんなものが売れてるのかっていうお客様のニーズや世界的な、まあ、例えばパンデミックだとかそういった情勢ですね。次に V というのは物体と流体の相対速度を表しているんですが、簡単に言えばスピードですね。ネット物販に例えて申し上げれば、作業のスピードと輸送のスピード、輸送のスピードっていうのは、もっと簡単に言えば船便で送るか航空便で送るかの スピードの差という話になりますそして S、物体の代表面積なんて言うんですが、これネット物販に例えれば、資金力ですね。また、資金力があれば、写真撮影なども初めからガツッと行うことができますので、資金力ならびに、資金力があるからこそ行える各種の商品ページの充実化させるような作業ということになります。最後に CL、容力係数というのは、迎え角なんて言うんですが、飛行機もこういう風に飛んでくか、 こういう風に飛んでいくか、こういう向きで飛んでいくかっていう角度が変わると、当然ながら揚力にも影響しますよね。これっていうのはまさにマインドだと思います。一生懸命進もうと思っていても、ネガティブな人っていうのはなかなかうまくいかないし、何か少し失敗したとしても、しっかりと前向きに上を向いて進んでいける人は、自然に実績が出やすい方向にどん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 引き寄せられていくといったイメージです。この市場動向、輸送や作業のスピード、ご資金、そして マインドこの4つを掛け算した結果が浮き上がっていけるのかいけないかの要になっているっていうことを意識すると自分に今何が足りなくってどこを改善すればいいのかっていうのが分かってくるかと存じますちなみに余談なんですがこの揚力の計算式について以前の学習塾の同僚で工学系の博士課程を卒業した友人に聞いてみたところビジネスにおいて揚力 L は売上流体密度 L は景気物体と流体の相対 速度 V は活動量、物体の代表面積 S は事業規模、そして容力係数 L は顧客との相性なのではないかっていう回答を得られました。彼に対してはネット物販という競技の世界ではなくて商売ビジネスという講義の世界ではどうなるかっていう聞き方を私がしたので、こういった回答が得られたんですが、合わせて参考にしていただければ幸いです。 6種類のタイプの空の乗り物っていうのを例に挙げさせていただき、皆さんがどのタイプなのか、そして実績が出づらいのか出やすいのか、また出づらいとすればどこら辺を改善していけばいいのかっていうのをより明確化していただきたいと思います。まず一つ目、ネガティブライト兄弟タイプと名付けさせていただきました。ライト兄弟をディスってるわけでは全くないんですけれども、世界初の飛行機っていうのは飛ぶというよりは浮き上がってふらふらふらするっていう乗り物だったわけ わけですよね、ネット物販においてこれがどういうことを表しているかというとまず市場動向に関してあまりリサーチをせず要するにどの商品が売れているか売れていないのかというのも把握せずに輸送や作業のスピードというのもなかなか進まず資金繰りというのもかなりきつく。 さらにマインド考え方についてもどうしてもネガティブになってしまう人がこのネガティブライト兄弟タイプに当てはまると思います次にいざプロペラ機タイプ副業物販をコンサルティングで始めるような方っていうのはこのタイプが多いと思うんですが市場動向に関しては一緒に講師とやっていきますので基本的にはどの商品が売れるだとか今市場がこういう状況だっていうのは十二分に把握できますね輸送や作業のスピードについてもはめは不慣れな 作業ななななのののででででかかか早早くくはは行行いいすすがが講師のサポートがあることとによよってて独学で行うよりききまま丸とさせたただきました資金繰りについては、やはり法人だとか、莫大な資産を持ってる人と比べると、大体いい8万円から10万円ちょっとぐらいの小ロットの買い付けテストマーケティングからスタートするのが通例ですので、三角とさせていただきました。そしてマインド、迎え角については、やはりネガティブなこと、なかなかうまく進まないことは れど、講師がそこら辺は軌道修正を随時行っていく形なので比較的安定的に上を向いて進んでいけるかなと思います次に理想的セスナ機タイプですこちらは単純にプロペラ機と比べるとよりがっつりとした馬力のエンジンを積んでいる状況要するに資金が充実している状況ですねネット物販っていうのは初めある程度の資金を貯めた状態で始める方が多いと思うんですがその後も副業でやられる方は本 業の一部の収益だったりあとは商品を売った売上などを雪だるまのようにどん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 付け足していくことによってだん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 資金力を高めていくことができますこの資金力が高まった状態イコール馬力のある状態この状況は私の大半の生徒さんなど個人セラーで進められている方の理想形態の一つと言っても過言ではないと思います次ジャジャウマ戦闘機タイプこれは冒頭でもお伝えしたなんでワンマン経営のオラオラな人っていうのがなぜか 成功しちゃうのかっていう話に直結するんですが、戦闘機ってエンジンもバカでかいし、翼もバカでかいですよね。要するにそれだけでも十分、揚力を得られる因子っていうのは持っているんですが、ワンマン経営社長タイプのセラーさんっていうのは、思い込みや先入観、こだわり、意地、ものすごく強くって、特に周りの人っていうのは、かなり右往左往してしまうこともあるかもしれません。市場動向についても先入観が強いあまり、大してよく見れていない場合っていうのは、 も存在すするるのので嫌なな言いいい方れれれば売れるか売かかっててうのは別にしてとにかく売れる方向に無理やりにでも押し込む、ねじ込むようなスタイルの物販を行う方が多いんですが、それでも例えば経営者の方であれば社員さんとの人海戦術だとか、法人ならではの資金力に物を言わせて、ぐーっと上昇していくことっていうのが比較的しやすいのかなと思います。よって旗から見ているとそわそわしてしまうような物販であっても、資金力だと。 行動力力力だだとととか周りりのののの従業員の方のご尽力などあれば揚力を思いいいっっっきり得るここててううは可能だっていうことが言えます次に、完璧主義ドローンタイプですね。ドローンって、ものすごく細かい動きができますよね。ホバリングをしたり、前に行ったり、後ろに行ったり、とにかく多種多様な方向に動くことができるので、ものすごく器用で視力深くって頭がいいっていうイメージあるかもしれませんが、あくまでも今回は、 飛び上がって前に進んでいく力っていうのが物販で実績が出る力と申し上げていますのでそう考えるとドローンのスピード感ってかなり遅いんです気真面目な方って気にしなくてもいいことを気にしすぎてしまったり時間をかけなくてもいいことに時間をかけてしまったりいろいろな答えがあるにもかかわらず一個の唯一の答えみたいなものがあるんじゃないかと思ってそれをまさぐるように探して時間を浪費してしまったり精神的に ヘケキ,キしてしまうってことが少なからずあるかと思います。商品リサーチをする際、横道にそれたり、よそ見をするっていうことは大切なんですが、ネット物販全体の動きっていうのは直線的にしっかりと進んでいくことが理想的なわけですから、気にしなくてもいいことを気にしない。これも物販で容力を得て、しっかりと実績が出るように進んでいく要になってきます。最後に、信頼のジャンボジェットタイプ。これって物販中まで一緒に共同化 買い付けをすするってことですね一人一人の資金力が少なかったとしても、一人一人が独立どっぽ、まずはセラーとして、それなりに買い付けを行って実績を積んでいった後、三人寄れば文樹の知恵という言葉もある通り、みんなで共同作業として買い付けを行っていくと、二次関数、三次関数的にどん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 実績を伸ばしていくことが可能です。 今回のまとめです。物販で実績を出すために、飛行機で例えれば、容力を得るためにはどうすればいいか、というと4つの指標が大切になってくるっていう話をしました。1つ目は市場の動向や顧客のニーズをしっかりと捉えるということ。2つ目は作業スピードや輸送スピードにも気を配るということ。3つ目は資金力、しっかりと継ぎ足していって、売り上げは利益ではないので、そこでウハウハしないで、ちゃんと次の物販のために資金を投入してあげる。もしくは、写真 撮影など適切な先行投資を行うっていうことそして4つ目前向きに進むアドラーの三角柱でもある通り自己憐憫に浸ったり他責にしたりをせず今から何ができるか自分ができることは何かっていうのを前向きに考えていくっていうことが何よりも大切になってきますこの揚力の計算式 L イコール2分の1ローかける V の事情かける S かける CL 一つ一つの文字をネット物販に例えて解釈していくことで この掛け算のどの部分が自分に足りていないのかっていうのを把握しそこを改善していけば結果的に自ずと揚力が上がっていく実績が出やすくなっていくっていう風に考えていただければなと思います最後までご静聴くださりありがとうございましたでは失礼いたします